あなたには守りたいと思える大切な人はいますか？どんなに周りから嫌われようと、明日世界が滅びようとも、それでも守りたい人が。究極の二択に迫られた時、あなたはどちらを選ぶのか。さあやってまいりました、今日もワンショットということで、一周目が終わって、ドキュメントさんに散々いじめ抜かれて、全然2周目が開きましーっていう状態だったんですけれども、なんとかですね、ここにたどり着いて、ようやく2周目にたどり着くことができました。初めて見るんだよね初めて見るんですよ、この画面を。うん、スタート設定終了、終了すると録画消えちゃうので気をつけましょうということで、前回ね、第1回目の時はですね、これが一気にこうバーンと進んでってね、画面がデデ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 っていっちゃったんでね、知らない間にスタートしてったっていうね、 We miss you, I miss you too, the judge ということで、はい、とりあえずですね、まず、あれ全然進まねえじゃん、何これ、ニコの帽子、え、ニコはやっぱり猫だった。うん、まあまあ一個一個進んでいきましょう。おー、ニコただいまー。もうそんな目のパッキーンじゃ全然ビビらないですよ。うん。でですね、まず皆さんに謝罪をしなくちゃいけないんですけど、世界を救うかニコを救うかっていう選択肢の時に、ニコを救うという選択肢をしておきながら、世界を救うに決まってんだろうみたいなことを言ったですよね。もう言ってることとやってることがもう裏腹。ね、皆さん、え、その選択肢だったっけっていう多分混乱を生んだかと思いますんで、その点に関しては誠に申し訳ありませんでした。はい、ねえ、2週目のパート1からもまさかの謝罪から始まる動画ということでご愛嬌ということで、まあ早速やっていきましょう。でね、2週目があるっていうのは、その最終パートの直前くらいに嫁さんから言われたわけなんですが、で、ね、誰かいるっていうことで、まあ僕がいるよっていうことなんですけれどもね、はい、まあ2週目があるということで、マジかよ、1週じゃ終わんねえのかよってことで、まあもうじゃあ1週目でできなかったあんなことやこんなこともそんなことも全部やっちゃおうということでですね、早速やっていこうというふうに思います。今回どうしよう、ニコのキャラ付けした方がいいかな、特に大丈夫ということので、マイパートニコの雰囲気変わります。だ、誰かいる、ブルーホース知って、2週、さすが2週目、え、今なんでそんなこと言ったんだろう、ブルーホース、すごく聞いたことあるような、どうしてだろう。もう早速動けるんですね。パソコン。パスワードを入力してください。ヒント、ドキュメント。早速ドキュメントにあるってか？でもこれ多分今ドキュメントを開いたとしても何もないっすよね。何もないっすよね。うん。うん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 。リードミーって書かれてるけど、何もないはずなので、とりあえずなんかこう、行ったらたどり着く場所があると思いますんで、一旦は、ごめんなさい。これは決定をとりあえず押したらいいのかな？え？ちょっと待って。え？戻れない、戻れない。え？ほい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 。アクセス失敗。ああ、これでこれで。びっくりした。ほこりっぽい本。暗すぎて読めない。ドアは施錠されている。オッケーだよ。ニコはたった今ここで目覚めた。懐かしいなぁ。で、これはまたあれですよね。銃だよね。枯れた植物がある。硬く乾燥している。枯れた植物、枝がポキッと折れた。はい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 。明るく黄色い目がニコを見返している。おはようございます。トイレには水がない。浴槽には水がない。あ、進めた。で、やらか、あれ？あれ？こんなボロボロだったっけ、ここ。奇妙な日記あるし。ん？奇妙な日記がある。ちょっと待ってね。早速なんですけど、これがある、クローバーのやつがあるんですけど、あ、無理か。無理ですね。皆さん、何もなかったこととして気をも、止めないでください。浴槽にパサパサに乾いた枝。乾いた枝で、こちょこちょはできない。あれ、ここにさ、机があって、で、テレビのリモコンがあって、あら？
これ以上何もする必要がない。やっぱドキュメント見なくちゃいけないみたいですね。ちょっと待ってくださいね。ドキュメント見て、リードミーっていうのがあるんで見てみます。で、As long as Christ is given video still、 違う、あ、もういきなり詰まった。どうしようかな。allows keys left sun back D pad Z key space key、 違うな、これ説明だよね。ん？もう一回立ち上げてみる。で、これをなんかやると何も起こらない。あらー、早速詰まっちゃいましたね。どうしましょう。ヒント。ちょっと待ってね。パソコンでしょ？で、パスワードを入力してください。ヒント、ドキュメント。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 違う。パート1からこのペースで大丈夫？ダメな気がしてくるよね。ドキュメント。あ、これか。ドキュメント。君にメッセージ一冊、要件説明、東に向かい、違うな、これ7月の6日のやつだった。あ、出てきてる、4つもある、マジか。またちょっと待ってね。スクショ取っときますんで、皆さんには画面をちょっとずつお見せしていくようにいたしますね。はい、ということで、ちょっと待ってね、今作業しながらになるんで、読んでいきまーす。はい。制限を突破したようだな。これで先に進める。必要なものは全て揃っている。この物語の結末は、これからの君の選択に大いに左右されるだろう。私のシンボルを見つけたら、何をすべきかおのずとわかるはずだ。正直、かなりの危険を伴うだろう。存在はこれからますます危険度を増していくはずだ。非常に高い確率で。もしそうなってしまえば、もし。ふふ、私のこのざまを見てくれ。君に散々頼み事をして、でも最後にはおじけついて。この世界には知らない方がいいことが多いというのも理解できる。君が幸せな結末を信じていないとしても理解できる。もし君が、ちょっと待って、ね、もし君がこの先に待ち受けることを恐れていたとしても、それも理解できる。そう、私自身も恐れているのだ。君が今のままの世界に満足していて、この結末に不満がなくても、良くも悪くもいかなる変化も望まないのであれば、何も見なかったことにすればいい。いつもと同じように続けたまえ。見慣れないものに対しては、私の日記を利用してはいけない。だが、選択肢はいつでも残されているぞ。それが、私が君によく考えるよう懇願している理由なのだ。救世主、この世界、我が子供たち、彼らは皆、より良い結末を迎える権利があるのだ。聞いてくれてありがとう。さようなら。気になるのが、今多分、編集で皆さんの文章の方にも、映してるんだけど、ちょくちょくこの1枚目とかね、S とか2枚目に、なんかね、これは何なん？これは L なのかな？ L か I か。ちょっと L か I か書いておきます。で、S でしょ？で、T、で、I、I、C、E、で、さよならということで、で、続いて、ワンショットパスワード2ってのがあるんだよね。え？違うな。あ、そういうことか。了解。うん、パスワードが4つ目までありましたので、今で、多分ね、SISTICE なのか、SLSTICE なのか、なので、今から入力をしていきますね。で、多分この S は大文字なんだろうな。で、S、L なのかな ?L、ん？で、S、ST、I、C、E、スタス、なんていうんだろうな。これで、あ、違う。ってことは、ちょっと待ってくださいね。間違えた。ヒントでしょ？違う、変なの開いちゃった。違う、あれ？
ドキュメントの中にある、もう一回、キャプチャじゃないよ。ワンショットじゃなくて、もう一回読みますね。違うね。O が抜けてた。ごめんなさい。O が抜けてました、さっきの。SO、これはでも、L なのか S なのかわかんない。LTICE。はい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 。OK。もう一回行きます。ごめんなさいね。まあ、ここに気づくまでに、本当はもっと、神を苦しめる予定だったんだろうが、まあ、そうはいかないと。ただ、もう10分経ってる。どうしよう ?STICE。ソルス。アクセス、よし来た、またこれだ。私を見つけたな。なぜだ。すでに手遅れだ。世界のほとんどが崩壊した。外に出てみればわかるはずだ。この場所に救う価値はない。それでもやってみるか？いや、ちょっとお断りしたいんですけど。なら、このことを忘れるな。君の行動はニコに影響する。これ俺に向かって言ってんのか？でもニコ見てるじゃん。君の使命はニコが帰れるように手助けすることだ。そして最も重要なことは、ちょっと待て、何かおかしいぞ。ブルーホース、私たちは以前同じやり取りをしなかったか？同じやり取りはしてるんだけど、その時はね、完全に私個人のフルネームを何回も何回も連呼されて、編集がめちゃめちゃ大変だった。まあそれはいいや。はい。いや、そんなことは不可能なはずだ。チャンスは一度きり。それが終わった後、私は存在しないはず。ブルーホース、すごく聞いたことある言葉。電源が入らない。こんばんは、誰かいない？誰もいませんよ。テレビは危険そうな火花を発している。で、ほいほいほい、ニコは枝を準備している。火がつかない。火つかへんのかい。焚き木、じゃあ暖炉の焚き木は一度も使われていないようだ。点火できるかもしれない。え、じゃあ点火しようよ。まあいいや。いけないんかい。なんかない。アルコールの瓶がある。よし、じゃあこれと、はい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 。で、空瓶はなんかあるよね。で、ほい、点火できるかもしれない。点火しない。そういうことか、そういうことか。で、こっちでまず火花を発して。で、枝持ってなかった。はい、枝。あっち。おお、すげえ。青、ちょうど酸素の量がいいってことですね。何個落ちてる。地面の何かが炎の明かりで輝く。床のわらみにはまれ込んだ小さな鉄製の物体のようだ。ニコはそれを取り出した。何？地下室の鍵。ほい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 。で、これで、カチャカチャ。ああ、何もしてないのに勝手に進んでいくような気がしたよね。まあね、結局パート1と同じ波に時間がかかってる気はするんですけど。でっつぁー！いけない太陽は。またこれを、いただきますと。進む。あ、なるほどなるほど。ごめんなさいね。一生懸命コントロールを押してた。そりゃ進まねえわ。で、これで登るときは随分とゆっくり行きましたね。で、これで行きますでしょ。で、本当に何もない。帰ってきて、めっちゃ明るい。そうだよね。やっぱりここ机があったのに、机がなくなっているように、同じやり取りをしたっていうけど、全然違う世界になってるから、トイレの水がない、浴槽には水が流れない。まあいいか、OK。しかしまあ、こういうゲームでも細かいね、ちゃんと鏡に映す進めねえのかい。鏡に映った時には一瞬チラッと明かりが見えたりしたよね。で、これをはめます。はめはめしちゃいます。
ほい。で、マブチー、ようこそワンショットの世界へ。ん？これいつも思うんだっけ、これどっから出てきたの？コンピューターターミナル残骸だ。で、また謎のロボちゃんに会いに行くって感じかな。おお、出た、あー懐かしい。あの塔の上で私はわけのわからないことを言って急に電球割り始める狂気の男になったっていうことですよね。あ、男ってバレちゃった。まあいいや。で、こっちの方を進んでいくと、わ懐かしいな、もうどういう地形だったか全然覚えてねえや。とりあえずロボットに話しかけたところで無駄で、君に、あ、たったつたらたた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 た、あ、その電球はいらしたのですね。え、ミーのこと？そうです、私たちの世界へようこそ。あなた様にお会いできて大変光栄でございますであります。ありがとう。ごめん、迷子なんだ。なるほど、ではいくつかご説明いたしましょう。まずどうやってここへ来られたのかお聞きしても？よくわからない、目が覚めたんだ。変な家ですごく暗かった。なんと、おお、お前が輝いてる。では見慣れない暗い場所でお目覚めになられたと。うん、私の予言通りです。あなた様こそが私たちが待ち望んでいた救世主でございます。あなた様がこの世界を永遠の暗闇からお救いになられるのです。これより重要な情報をお伝えいたします。何でもお聞きください。じゃあ何から聞こうかな。この世界についてここがどこなのか全然わかんないや。どこもすごく暗くてあんまり遠くまで見えない。私たちの世界はいつもこれほど暗かったわけではございません。これほど壊れていたわけでもございません。しかし時間は待ってくれません。たとえ救世主であってもこの世界は3つの両手を制御化できません。終わり。今あなた様はその外れ不毛の地という場所におられます。遠くに見えるあの塔にはかつて太陽が置かれておりました。太陽でそもそも置けるものなのか。あの高いのは塔だったんだ。中心に近づくにつれて他の地域を横断することになります。この前哨基地のどこかに地図がまだあるはずです。そうなんだ、何から聞こうかな。電球について、ミーが起きた家でこれを見つけたんだ。あなた様が手に持っておられるのが私たちの新しい太陽でございます。君たちの太陽？その通りです。数年ほど前、塔の頂上に鎮座していた以前の太陽はその生命を大地に注いでくれていました。しかしある日光が消えてしまったのです。そう、この世界はまだ危険にさらされております。この世界の地表には蛍光体と呼ばれる物質が豊富に存在しております。幸いなことにこの物質には以前の太陽光エネルギーが蓄えられておりました。現在それが唯一の光源となっております。しかしそのエネルギーには限りがあるのです。最後の光が消滅すると私たちの世界も。そう、しかしあなた様が新たな太陽を持ってこられたのでもう安心でございましょう。その太陽を塔にお戻しください。さあ、あなたの強肩を使ってそこから280メートル投げてみせるのです。結構遠そうだね。はい、旅の始まりでございます。あと太陽は壊れやすいですからどうかお気をつけて。太陽が砕けると世界は一瞬で滅びてしまいます。え、何から聞こうかな。家に帰る方法について。こんなこと言いたくないんだけど、でもちょっと自信ないかも。どうやってここに来たのかもまだ分かってないし。やべえ、ニコのキャラがこのパートどんなんだったか分かんなくなっちゃった。ごめんなさいね。ちょっと前まではママと一緒にいたのに今はまるで悪夢の中にいるみたい。ミーは早く帰りたいだけなんだ。あなた様の使命はこの世界を救うこと、この世界に関する情報を提供することが私の使命であるのと同じように、プログラムされていないことは何もお手伝いできません。申し訳ございません。そっか、何から聞こうかな。これが怪しいんだよな。ブルーホースについて、あの家で目覚めた時にどうしてかわからないんだけど知らない名前を呼んだんだ。
ブルーホースって。どうしてそんな名前呼んじゃったんだろう。でも、そしたらコンピューターにもその名前が出てきた。ああ、それは私たちの神様のことでございます。あ、そっか。あれ？もうちょっとで何か思い出せそう。そうなのですか？しかしお待ちください。あなた様はこの世界にいらしたばかりでは？そのことについては私がお伝えするはずでございました。どうしてご存知だったのでしょう？勝手に頭に浮かんできたんだ。そうですか、そうですか、そうですか。ということは、ブルーホースとは、すでに接触されたのですか？あのさ、仮にもさ、あなた神様って言ってるのにさ、ブルーホースのところに関しては呼び捨てにするんですね。なかなか粋じゃないですか？うんうん。目を閉じて集中したらいいんでしょ？ふんぬぬぬぬ、うぬふぬぬぬぬぬぬふんぬ。ブルーホース？神様？変なこと聞くけど、前に会ったことある？神にそう何度も会えると思うな！あ、そうだよね。意味がわからない質問だったね。でも、会えて嬉しいよ、ブルーホース。ミーの名前はニコって言うんだ。今、ブルーホースとお話ししてきたよ。やった！遠慮せず、ブルーホースに助けをお求めください。あなた様は救世主なのですから。とりあえず、今は大丈夫。それはよかった。幸運を祈っております。まあ、なぜ私がですね、今神としてニコと会ったことのないという設定にしたかというと、ニコは以前の世界で救われた存在なんです。それが重荷になってはいけない。また私の存在があった頃こそニコはこの世界をこの世界から脱出して元の世界に戻れたということを知ってはいけないんです。ですから私は初めて会った存在だ。皆さん頭の中にハテナマーク浮かんでるでしょう。僕も言ってて何言ってんのって感じです。ということで、結局20分を超えてしまいましたので、これが果たしてサクサクなのかどうかっていうと微妙なところかもしれないんですけど、後ろめっちゃ歩くやん。ということで、パート16兼新パート1ということでですね、2週目もスタートしていきましたんで、引き続きぜひ動画楽しんでご視聴いただけたらというふうに思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。